はい、どうも皆さんこんにちは、バーミリオンです。ということで今回は後付けになるんだけど、試合はね、この試合はね、俺めっちゃ頑張ったのに勝てなかったやつを動画化する。で、後付けなんだけど、最近、ついこの間なんか話題になったツイートがあって、でちょっと荒れてたんだけど、COD 会が、COD ドミ会がみたいな。だからね、そのまたマウサーパッドコールになっちゃうんだけど、そうだね、まあその話題のツイート360ツイートぐらい、リツイートぐらい言ってて、まあプチプチプチバズりみたいなね、少しね伸びててね。でその内容がね、いい意味でバズってなくて、ちょっとなんだろう、まあ読んでいくけど、ゴリゴリのマウサーパーティー、社会の底辺、マウス使うんやったらね、ほんまに腹立つ、世の中のクズ、マウスは全員世間のクズじゃ、んでしまい、直接したいっていうね、あれですね、最近 YouTube の広告が厳しくなってて、暴力的なね表現を使うとね、広告つかなくなっちゃうんで、お金のために俺 COD やってるから、つかなくなっちゃったら困るからさ、ちょっと暴力的なところは、って言っといたけど、まあ、ね、察してください。はい。まあ、そういうことですね。とりあえず、マウサーをボロクソに叩いているツイートだね。こちら。そういうツイートなんだけど、まあ、まあ、よくあるじゃん。よくあるツイートなんだけど、こういうのって。でもまあ、この人は行き過ぎてるかなって感じ。これね、このツイート報告したら、一発で凍結食らうから言っとくけど、最近ツイッターも厳しいからさ、俺、2回凍結した俺が言うんだから間違いない。こんなツイート報告したら、ワンパンマンだよ。ツイッター社にワンパンマンされて、凍結されるからね。うん。まあ、それは置いといて、この、まあ、ちょっとね、ちょっと俺は、どうかなって思ったやつがあるんだけども、ね、キモいなって思ったんですよね。このツイートに対してじゃなくて、このリプランに対してなんだけどね、うん、このリプランってのが、読んでいくと、主様の言う通りだと思います。 CS 機でマウスを使って生きがってるネズミどもに、いつか天罰が当たる日が来るといいのですが、涙みたいなっていう、これのどこがあれなんて話なんだろうけど、これがね、もう100件以上同じことをリップされてるて、このツイートに、なんだろう、バカにしたようなツイート、リップだよね。バカにしたようなリップだよね、これ。これが、これのコピペがね、このツイートのリプ欄に100以上あってて、うわーって思った、俺は。うわーって思っちゃった。レガリアとか他の人たちも話題にしてたけど、うわー気持ち悪いって。そうだね、俺も思ったね、これは。マジかって思ったもん。こんなことなってんだ、みたいな。なんだろう。ちょ、恥ずかしい気持ちになっちゃったね、これ見て。恥ずかしくなった。このリプラの、このリップの中にね、知ってる人なんかマジで1人、2人ぐらいで100件以上ぶつらーっと見たけど、その、なんだろう、まあ、俺が知らないから、なんか、無名っていうわけじゃないけど、なんだろう、最近出てきたんだろうなって感じの人たちが、まあ最近出てきたんだろうなってマウサーの人たちが、めっちゃリップ送ってて、この人に。集団いじめみたいな感じだよね。もうここまで来ると。5、6人で1人を叩くとかじゃなくて、マジ100件以上同じリプ送られてるからさ。でさ、このリプランの中見たら、大体フォローされていますって出んの。キッズだよね、要するに。多分ライリーとかもフォローされてると思うけど、キッズだと思うんだけどさ、その
名前の後に〇〇かっこすごくマウサー、すごくマウスとかさ、あのライリーのパクリみたいな、すご〇〇かっこすごくマウスとかとかさ、いるわけよ、このリプランの中に。でそれでまあキッズなんだなって思うよね。あとこれめっちゃ恥ずかしいんだけど、あの ID にアンダーバーアンダーバーアンダーバーゼロつけてる人もいるわけ、この中にね。俺のキッズもいるわけ。恥ずかしいな、恥ずかしいと思った俺は。うん、あ、俺のキッズこんなことしてんだと思ったもん。俺の視聴者集団でうわーって思ったもん。だからこの動画見てるはずでしょうね。正直ね、気持ち悪いなって思いました俺は。うん、まあまあこの人のツイートもツイートだけどさ、この集団でさ、こんなする、こんな集団でよく人の名前使ってこんなことできるなって思うけどね俺は。ライリーのカッコすごくマウスとかさ、俺のアンダーバーゼロみたいな ID パクって、パクったっていうか、まあ、好きだからそうやってね真似してくれてるんだろうけど、そのなんだろう、好きで真似してんのによくそんな人の名前、人の名前パクってそんなことよくできるなって思うね。そんな集団で気持ち悪いことよくできるなって思うな俺は。うん、だ動画見てるでしょね、この動画どうかなって思ったよ。まあだけあのマウサー生きんなってわけじゃなくて、なわかるかな、この集団いじめみたいなさ、俺あ嫌いなんだよねそういうの、嫌いなんだわ集団で。自分がないやつが嫌いで、わかるかなこのうん、とりあえず参加しておこうみたいな、わかる、こ今回の件で言ったらこなんかこの人戦われてるから、じゃあ俺もリップ送っとこうみたいな感じ。自分がないやつとりあえず参加しておこう、参加して適当に人叩いとこうみたいなさやつら。あとコピペでしょ、コピペ最初の人が考えたならば、人最初の人が考えたやつをひたすら貼って、あの自分で考えもしてないんだよね、あの自分で考えもしねえのよ、自分で考えもしてねえ、あの文章をあのコピーして貼ってね、リプを送りつけて何件もそれで煽った気でいるっていう。わかる、あこれさちょっといやーこれは気持ち悪いよ誰が見ても。これはねちょっと気持ち悪いです、正直マジ恥ずかしかった。もう怒りとかじゃなくて、なんだろう、恥ずかしいと思うな。自分のあリス、自分のリスナーこんなことやってんだもんな、マジかって思うわ。勘弁してくれよ、今すぐ名前外してほしいね。うん、今すぐ名前外してほしい、あの外してくれないか、てかだこの中にね、俺の仲いいやついなくてよかった。一通り、パーって見たけど。うん。もし、白身の人が、ここになんか参加してたら、マジ、やばすぎて、俺、白身抜けるね、こんな。こんなことやってるやついたら。いなくてよかったわ。うん。だから、キッズやね、キッズ。キッズです。ここにリプしているやつら、全員、キッズ。実況とか見て、マウサー始めました。ツイッター始めました。フレンド募集、イエーイみたいな。やつらよ。ね。もうなんか、他の人たちも言ってたけど、まあ、ヤフーとかが、ヤフーとかもさ、白身大富豪のヤフーさんが、このツイートに反応して、ここにリプしてるやつら全員キモいなって、みたいなツイートしててさ、そしたら、そのリップの中の連中の一人か分かんないけどに、黙れモブってリップされてて、ヤフーさん。白身大富豪部ってさ、まあ俺が言うのもなんだけど、まあ、有名になってきたじゃん。実況者たくさんいて。マウサーといえば、ぶっちゃけ白身大富豪部でしょ。なのに、その、白身大富豪部に初期から所属している、あのヤフーさんが、黙れモブってリップされてるんだよ。ねえ。悲しいわ。マジで悲しい。
悲しくなってくる。涙本当に出てきた。黙れモブって、黙れモブってさ、モブってモブキャラでしょ。ねえ、ドラクエでいうスライムでしょ、そんな感じでしょ。マイクラでいう村人でしょ。ねえ、ドラクエとかさっていう村人でしょ、モブって。そう、モブでしょ、かわいそう。まあ、いや、フーさん、いや、まあ、あいつはいいか、いいよ、あいつはモブだから。うん、ちょ、これがちょっと面白かったからネタにしただけなんだけど、もう黙れモブって、黙れモブってマジで、あーと思ったもん、あーと思ったもん。あ、黙れモブってさ、絶対ライリーとかなら言われないじゃん、黙れモブってね。え、同じ白身大黒なのにヤフーだけ黙れモブって、ちょっとちょっと面白かったなっていう話。まあ最近どこの実況者たちのせいか分かんないけど、マウスは増え始めてきてさ、まあ集まったら強気になっちゃうみたいな、あるのかな、わかんないけど、まあ、俺はこれを見て何してんだって思ったけどね。人の名前使って、しかもね、自分で考えもしてないさ、文章をただ何件もさ貼り付けるっていう、それで何してんだろうっていう話だな。それで煽ってきていいのかなって感じだわ。多分この動画を見てる人何人かいると思うけど、その参加してた人、あ、どうも、ね、俺は何してんだろうって感じ。ああ何してんだこいつらって感じだわ。はい、ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。まあ別にあいつのことをかぶってるとか、かばってるとかじゃなくて、相手も相手も相手でさ、なんかさ、なんだ、もうなんかむちゃくちゃなことをツイートしたし、しかも、なんだろう、その後、ツイッター見に行ったら、ツイート全消ししてあって、あ、そんなことすんなら、だったら最初からツイートすんねやと思うけどね。うん。はい。ということで、今回はこれで終わります。さよなら。